温泉のシーンでまなみちゃんに興味持ちましたって、ありがとうございます。おっぱいはあります。あるかないかで言ったらあります。お話し会ぜひおいでくださいまし。たまに際どい服とかもしてますね。来てくれた人はわかるよね。ほらこういうのとかで参加してたりするんですよ。マナチの地はエッチの地ですから、本当にやめなよ。こういうのとかでもお話し会してますよ。わあ、これだってそうだよ、お話し会で。これあ、すっごい白飛び。これほら、おっぱいだよこれが。この配信親が見たら泣くよ。泣かないよ、笑うよ。またバーカやっとるってなるよ。普通の服も着ますよ、普通の服も着ますよ。こういう普通の服だって着ますよ。こうやって足長っ、写真撮る人うますぎ。足長っ。こんなに可愛い、ハロウィンになったらこんなに可愛い子が来るんですよ。でそんなに可愛い子が次の日こんな格好してるんですよ。こんなに楽しいお話しかいないよ。下半身見えないけど座ってたらこんなにエッチなんだから。それを想像してお話し会してください。もしかしたら下はこうやって足を出して座ってるかもしれないって。マナチの血はエッチの血なんですから。もしかしたらこれでお話し会するかもしれないしね。しないです。絶対にもう全部のメンバーに惹かれるし止められるし。露出度高い服をプレゼントするとおのずとそうなるはず。まあ間違いないね、それはそう。だって私ファンの人からもらった服で生きてるんだもん。